2018明治安田生命 J2 リーグは第14節ヴァンフォーレ甲府対栃木 SC の一戦もお楽しみいただきます。両チームのメンバーが登場してまいりました。30度近い中で行われるゲームです。走力というのが求められるゲームでもありますけれども、90分走り切るには相当今日は大変な暑さになりましたね。そうですね、敵は暑さプラス相手ですからね、はい、改めて甲府のメンバーシステムとともにご覧いただきます。今シーズンもベースは3バックで、上野監督就任後もそれは継続しています。おそらく今日もこういう並びになるでしょうね。そうですね、2シャドウに堀米小塚が入って、ジュニオールバンホスの周りを、ね、衛生的に走り回るスタイルで臨むんではないでしょうかね、はい、栃木 SC です。こちらも開幕から3試合はオーソドックスな 4-4-2 を採用していましたが、4節から3バックに変えてここまでそれを継続しています。で、今日は前線にペチュニクが出場停止明けで戻ってきたんですね、はい、この大黒とペチュニクのコンビネーション、またねペチュニクの立ち位置っていうのがね試合中ちょっと恐れもあるんでね、はい、そこも注目していきたいですね、はい、ピッチサイドなんですけれども、今日は太陽の日差したっぷりで、この時間一段と暑さを増しています。それからピッチレベルでは風はほとんど感じられません。ウォーミングアップ中からも選手たちこまめに水分を補給していました。湯沢がクロス、バホス拾った、ジュニオールバホス、いきなり先制、ヴァンフォーレ甲府一瞬の隙見逃しませんでした。ジュニオールバホス、センターバックがねクリアしようとしたところ、かっさらって右足振り抜きましたね。抜け目なかったですね。好調な男のところにボールが落ちてくるんだろうなっていうね、まさにそういうプレーですよね、はい、角度的にもそこまでねなかったんですけども、うまくボールに流し込みましたよね。なんかこう読んでましたよね、石川がこうトラップというかね、はい、クリアミスするんじゃないかっていうのを予測しながらのポジション取りですよね、めくい大黒への横パスがずれて、ここで攻撃のスイッチが入ります。裏取った、ジュニオールバウス、さあ中持ち出した、ジュニオールバウスかわしてフィニッシュ。まず左足のアウトサイドのトラップで勝負ありでしたね。あそこでかわしに行けるところが今の調子を物語っていますが、ちょっとハムストリング気にしてますかね。いやこれは絶好調のジュニオールバホスが負傷したかもしれません。もしかしたら左足のハムストリング肉離れしてしまった恐れもありますね。まあでも余裕があるストライカーの決め方ですよね。そうですよね、まあ、好調な時ほど怪我っていうのがね出てしまうんですよね。三里抜く行ったとかね、この位置取れるとこうやってね時間が中盤でできますからね、裏狙った、大黒オフサイドない、大黒1点返した栃木。いや狙い通りの動き、狙い通りのボール入りましたね。完全に甲府ディフェンスラインの裏を取りました。うまかったですよ今の動き、らしさ全開のゴールでしたね。ですよ、1本のチャンスを見事もうこの時点で決めてますよね。いいボレー出したのは岡崎ですね。そうですね、そうですよね、見てましたよね。トップに入れても第2第3の波がなかなか来ない状況になっている栃木 SC です。これはオフサイドないようです。久富クロスを入れて大黒コーナーキックを取りました、まあ、今の大黒しかいなかったんですが、チャンスにはつなげますからね。つなげますですよね。さあペチュニク、右から大黒が裏を狙っています。ペチュニクが運んで、さあ西矢が来た、西矢だ、西矢、あー打てない。いやいいとこまで入り込みましたけどね、はい、最後足合わなかったですかね。ゾーンを取ります。こぼれ球を拾って入れ直し、レデルリマです。高野長いボールスペースへ、いいところに蹴りました。失
中川が参ります、うん、奪った、さあ金園、金園、金園、ゲームを締められませんでした。ちょっと狙いすぎましたかね、はい、下のシュート枠の上、プレータイムは残されているか、ここで試合が終わりました。ホーム初勝利、ヴァンフォーレ甲府、そして同時に今シーズンリーグ戦初の連勝達成です。